んこんにちは、ドライブの三宅です。なんか突っ込んでくれるの、最近あの絡んでくれんよ。もっと絡んでほしい。なんか今日短パンやな思って。いろいろ受け取るのになんかスルーされて悲しくなるよ。元気出していきましょう。はい、元気出していきましょう。はい。っていうかさ、なんだ、もうさっきやって片付いた思うんだな。これ森越はまた来とるし、何やこのでかいの。なんかもういっぱい来とんなこれ。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。全然仕事足りてないんで、もっとじゃん無駄遣いしましょう。はい。ということで、なんか知らんけど、あの欲しい人おったらこれ RMS ありますからね、一脚言ってくださいね。おった。え、なんでおった。何してるんですか今日も。遊んどる言うたら遊んどるけど、一応デモカーの仕事かな。ちょっと今日な、もうパパッと思ってたより履いてしまったから、時間あったんで、ちょうどええとこ来たわ。見て、ちょっと見て、これな、普通な、これ今ブレーキ外してるやんな。はい。な、おかしいことだよ。なんかいつもと違う。何か足りんやろ。何か足りん。ほんまはここにあれがブレーキドラム。サイドブレーキな。はい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 。ジャガーサイが捨てたの。ジャガーサイが捨てたのよ。ないの。捨てちゃった。捨てた。捨てちゃった。レーシングカーにサイドブレーキなんかいらへん。鉄のリサイクルとかに出しちゃったんですか。そうそう。スクラップ捨てだったわ。ちょうどええわ。ちょっと俺はこれを見て欲しかったのよ。まだ今日も円盤体ですね。円盤体。まあこれフロントやから普通やな。いつものやつな。いつものね。な、最近流行りのやつ。うん、早いけどな。俺のな。リアもフロントみたい。おっと、なんでか言ったら、サイドしてたからな。まあここインナードラム好きなの。邪魔くさいのは。見て俺の、これ。フロントと全く一緒や。で、フロントほどの強度いらんから、まだここさらにこれ、見える？肉抜きしとる。軽量化のため。お、クソかっこいい。うんうん、超かっこいいよね。で、これだけじゃないのかっこいい。まあ、俺せこいからね。せこいポイント。ちょっと俺のキャリパー見て。めっちゃかっこいいから。これ。お。これかっこいいやろ。かっこいいのですか。え？ドグルちゃん。スカ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 ルちゃんこれ。かっこいいねこれ。もうね、本当ねこれ。いいよねこれね。ちょっとまた今までと違うパターン。全然違うパターンでしょ。ですね。そうね。結構前からこれの構想あったんよ。ね。かっこいいなこれ。テンション上がるわ。静かに遠くを見ているときはそういうこと考えてるんですね。そういうことですよ。ボケーとしとんじゃなくて。まあ突っ込まれる前に言うとくよ。ああ一周できんけどな。こんなブレーキつけても一周もできんけどな。まだな。この子ね。まだな。ああ、ほんでそうだ、ちょうど言えばこれも全然やっとこう。これうちのあの 90M3 スーチャーね。あ、うちのですね。これうちのね。なんかいつもなんかね、90上がってるから最近。今は亡きね、常連の篠原君の方にね、でちょうどね、どのぐらい走ったんかな。1万2000キロぐらい走ったから、今 DCT の変えるというよりも、まあオールパンでっかいのつけてみようかなと。これまた最近流行りの。最近流行りの。まあ俺のね、大体そもそも、S65 ナチュラルエア自然吸気ね、NA のエンジンなのに、俺のはカタツムリついてるから、普通じゃないからね。やっぱ壊したないんだ。これ一回オーバーホールしてな、はいはい、まあ結構金かかったもんね。そう、1万2000キロぐらい走ってるんで。でも。綺麗に取れてるね。うん、だからこの間 80M3 やった時は、まあ走行距離一緒ぐらいな、1万から1万2000キロぐらい。汚れ方が全然違う。っていうのがなんでかって言ったら、これほとんど間違いに使ってないじゃん。そうですね。だから
そんなガン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 ね、サーキットガン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 行ってるわけだから、うん、だから死ぬほどその踏んでる時間が長いわけだから、まあ、そういったのは同じ距離でも全然違うんだなっていうのが今回でもあるんですね。まあでもね、やっぱりこれもね、6速7500ぐらいでシフトアップした時に滑るんですよ、うん、まあ、バテてるパワーもパワーやしな、うんうんうん、だからその辺が片つむりついてるから、片つむりついてるから、ね、この片つむり偉い、はいはい、スーパーチャージ効果つけますから、はいはい、いっぱいチャージしてるんですよ、うんうんうん、だからまあチャージしすぎてな、もうこれ以上チャージできませんよってカード止められたらもういいよ、そこの容量が解除しないから、はい、まあ、その辺がね、オイルの容量を増やすことによって、今後どうなっていくかっていうのをまあテストしていかないと、はい、まあ、非常に、ね、問い合わせ多いんだけ ど、うん、どちら、あのまだね完全にテストが終わってないので、うん、テストが終わってないものがね、うちではちょっとリリースはできないんで、そうですね、まあ、うん、皆さんね気になってるとは思うんですけど、はい、もう少しお待ちください、はい、はい、ということで今日はそんなことをやってます、はいはい、一応ね、そのオイルパンね、まあ、このでっかいですね、アルミのかっこいいやつです、うん、はい、でこれ変えるときには必ず、ね、純正のサイドフィルターとオイルストレーナー、うん、まあ、こういったのも全部入れてます、はい、で GT4 プログラムの、ね、問い合わせも多いんだけど、あれは、基本、まあ、こういったものも含めてオイル交換とか含めてのパッケージにしてるので、はいはい、あの単体でとかって問い合わせいただいてもちょっと僕らも答えようがないから、うん、一応まあそのパッケージっていうで、あと GT4 プログラムっていうのは DME じゃないので、おっとこれミッションだからね、うん、TCU のプログラムを GT4 っていうんですね、要は、クラッチのスリップポイントを変えたりとか、うん、着率を変えたりとか、中の内部の圧力を変えたりとか、うん、でそういうことによって、シフトスピードとかシフトダウンのスピード、これが今よりもより速くなるダイレクト感が、高まるっていうものなんで、これはパワーを上げるものではありません、うん、ね、そこは勘違いしない、パワーを上げるのは DME によって ECU で、はい、まあ、こちらのマップを拡大することによってよりパワー、ハイパワーを得られると、ね、こちらはあくまでもトランスミッションのコンピューターのプログラムを改善させるということなので、はい、そこだけね、間違いのないようにご理解のほどよろしくお願いします。僕は仕事していいですか。仕事好きな BMW おじさんは仕事しますよ。自分の車はしますから。はよしてな、走れるように。はやな。はやな。頑張るで。はい。はいはい、それでは。はい。さようなら。はい。じゃあちょっと今日のあれ行きましょうか。はい。今日の Vlog ね。はい。今日はね、まあ今はなきね、うちの常連さんの篠原君、元篠原君と。E90M3、まあ、スーパーチャージャーですね。ちょっとね、ちょうどね、彼が亡くなってちょうど3年ちょっとか。そうですね。ね、もう3年経つよね。早いね。うん、早い。我々も、それはもう50手前になるわけですよ。ね。まあそんなね、篠原君の語りの、まあ、E90M3 なんですけど、まあ、まずね、最初の1年間は全く何も手をつけずに、メンテだけしてね、まあ、僕らが、僕は乗ってたんですけど、まあ、2年目からはちょっと好きなようにさせてもらうよということで、まあ、生前彼がねやりたかったことっていうのをやりながらもプラスアルファ、ちょっとドライブらしさ、ね、ミヤキテイストをプラスしていって、まあ、今日に至るということで、ちょっとねプチアップデートをしたので、そこをちょっとねご紹介していきたいと思います。何が変わったんですか。なんか知らん間になんかいろいろ変わってますね。そうですよ ね、 ね、はい、横でなんかね、ミキさんがこうなんか電卓を弾きながらなんかすごい機嫌が悪くなっていくのをね、こうなんかよそよそしくこう逃げるかのようにね、はい、こうそこ置いていく、そうですね、まあ、そういうのがねちょっと繰り返し、誰のって言われる、誰のみたいなね、はい、すいません。まずね大きく変わったのは、うん、あ、プロテクションフィルムはエステックに貼り替えた、うん、綺麗にしましたね、やっぱ綺麗になりましたね、はい、はい、で、ボンネット、うん、変えちゃいました。お、穴開いてる。ね、ガラス張り。ガラス張り。ね、ガラス張りの経営なんで。ええ。はい、ベロー回転なドライブなんで、やっぱりそれをね、表して。やっぱガラス張り。ね、で、プラス、まあちょっとね、いつものね、プライドタイガーを、ちょっとピンちゃんに書いてもらったんですけれども、
まあ、そこが大きなところ。でもパッと見てさ、おやおやって思わん？ BM やめたんですか？そうなの、ええとこ気づいたね。さっき気づいた。ここあるよな、普通な。そう、今気づいた。もうない方がええやん、うん、ねえ、うん、なんかもうこのグリルあんのにさ、もうこれで BM って分かるやん。分かる。ここにマークあったらさ、もうなんか僕全身フィラですねみたいな感じやん。なんでそこフィラなんですか？分かりやすいかな。分かる。まあ一応スムージングしてみた、はいね、そこが大きくありました。であと次はね、横横横、うん、うちのオリジナルのね、カーボンサイドスプリッター、これもつけてみました。うん、なんでつけたんやと思う？なんでつけたんですか？いや、この間な、うん、うちのな、コンプリートで販売させてもらったお客様メンテで入ってたのよ、横にな、うん、横にな、うん、で俺のこれあるやん、うん、その時ついてなかった、うん、なんか悔しいなってきてなんかお客さん負けとんやんって。理由悔しい、理由悔しい、大事です。ついとった方がかっこいいな。大事です、負けず嫌いは大事です。はい、でつけました。はい、はい、で、そこだけじゃ済まんのですよ、これ。あれれ、なんかディフューザーまでついてんね、これ。お、もうね、セコイアイテムもう盛りだくさんですよ、もう。いろいろ、なんか本当に知らないやついてます。あとなんか違うと、なんか変なのつってない？見たらいかんもん。見たらいかん。棒つけた。棒。棒つけました。棒ついてるやないですか。もうこれでね、やっぱり大事なね、家族をね、癒やしての家族を守るっていう。頑張ったら乗れる。ちゃんと乗れるからね、これ。乗れるからこれ。あ、普通やね、これ。お勉強、お勉強もできます。サイズちょっと面白い。面白い。面白い。なんで？なんかね。俺の顔が面白い。うん、ま、全て。あ、そう。いい面柄。やっぱりね、うん、ここに行ってもジャングルジム好きなんですよ、大地は。うんうんうん、あの、決してね、はい、あれですよ、あの、ここで坂上がりしないでね。ということで、まあ、乗れなくはないんですよ、普通乗れます。はい、そして、なおかつ安全でかっこいいと。めっちゃ、素晴らしいシートベルトのようです。はい、ここだけではまだ終わりません。はい、まだあるんですか？まだありますよ。まだあるんですか？はい。なんか気づきません？え、ちょっと待ってよ。気づかんみたいですよ、この人。ハンドル変えた。ハンドルが変わってるやん。うん、ハンドル変わってる。変わってるやろ。うん。もになってる。もになってるよ。パドルもついてな。うん、パドルもついてる。これな。ちゃんと、普通ここ本ボタンやんな。うん。うちはなんと、これを押すと、M ボタンになってるんですよね。これ M ボタンです。それ初めてです、本当に初めてです。ピコピコじゃない、これが M ボタンなんです。なるほど、はいはい、みんなハンドルのここピッと押すんですけど、僕はホームボタンを押します。うん、間違いないですよ。モモーってやったらモモで M ボタン、 M の M ボタンになります、うん、はい、ホームはこうですね。おちゃんとついてるんですね。ちゃんとついてますよ、うん、はい、ちゃんとね、ついてないとね、はい、走れないですからね。あ、ほんでここの車 LA じゃないんで、はい、ちゃんとね、ここねブーストが出ますね。これは P3 ゲージ使ってます、はい、でもう一個プラスをして、そう、そこ何それそれ、これ前から持ってたやつ、つけてたんやけど、紹介した。見えるかな。見えるんちゃう。お、見えた、うん、これね、うん、まあ、アバロンっていうと、まあ、いろんなのが出るの、まあ、今はもう売ってないんだけど、うん、まあ、これは近々ね、これよりももっと高性能なものが出たんで、うん、それはまあ今取り寄せてるんでね、それは効果も使いたいということで、うん、これをつけることによって、なんと DCT の温度が出ます。おう、今41度、うん、ね、前回のね、動画でもすごい大反響だったんですけれども、うん、まあまあ、やっぱり E90 とか、例えば、FK の M5、M6 とか、うん、ね、つかないんですかとかっていうお問い合わせもすごく非常に多くいただいてるんですけれども、まあ、ズバリつくんです、うん、ズバリつくんです、うん、まあ、ただね、GD4 プログラムっていうのは、この人たちは、コンピューターの世代が古いので、うん、まあ、そこは書き換えできないんです。一応まあその辺もね踏まえて、この車自体もスーパーチャージャーついてるので、まあなかなかのハイパワーなマシンなわけですよ、はい、うん、で今までね、
6速7500とかで滑ってたんですね、そこまではねバーン行ってるんだけど、そこ行っちゃうとバーンと滑っちゃうね。で結局それがなんだろうなんだろうで、まあその GT4 プログラムの時もそうだけど、その M4 の時もそうだけど、結局オイルだけではどうすることもできない、ね、ということで、一番の原因とする、ミッション内部の温度ね、そこを、安定化させれば、まあ、そこもなくなるんじゃないのかなということで、大容量なオイルパンキット、これを組み込むことによって、ミッションオイルの、ね、油量自体を、本来よりもプラス2リッター程度増やすことができるので、まあ、それで今後どうなるかっていうのを、まあ、テストするためにここをつけました。まあ多分これでね、多分治ってマシになるんじゃないのかなと思うので、はい、まあなんせね、12万3000キロも走ったご老体ですから、はい、でもやっぱメンテしてるんで元気ですよね。ああ、そうそう、この間オイル抜いたのでもすごい綺麗かったよね、うん、元気、うん、だから、まあ、ちゃんとメンテ、まあ、オイル交換しない人が多いからね、 BMW、うん、ね、まあ、メーカーがしなくていいとか言うから、ね、言われるって。そう、 DCT とかデフォーオイルっていうのを変えてない車って、うん、多いのよね。うちのお客さんとかでも M4 大体5万キロとか、もう最近だと6万7万8万キロとかっていうお客さんはもう少なくはないです。で皆さんにね、最初にまあその交換とかしたことありますっていうのを確認するんですけど、やっぱしたことないだから、まあ、僕らからするとね、やっぱデモカーとかだったら新車で買うと5000キロでまず1回、ね、1万キロでもう1回、その後1万5000キロ、その後はまあ1万キロ1万5000キロぐらいの感じでね、あのフィルターとセットで交換しているので、常にはきれいな状態を、コンディションを維持することができるんですけれども、やっぱりミッションって、常にギアとギアっていうのはテスト鉄が当たってます、ね、ここで鉄分出ます。でプラス、DCT の場合、あのオイルの中にクラッチまで使っちゃってるので、当然ね、クラッチもね、踏めば踏むほど結局摩耗していくっていうのはカスが出てくるわけです。それがずっとミッションの中をぐる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 回っていると。でフィルターが2つついてるんだけど、そこで取り切れなかったものが運悪く、例えばメガトロの通路ね、圧力かかる通路に付着したとか、ね、これぐらいの通路がそのカーボンスラッチのがついたがゆえにこうキュッとなっちゃう、そういった時にウッとなって死んじゃうパターンが多いので、まあ、何でもね、早め早めに、まあ、メンテをしておく、対策をしておくっていうのが、まあまあ、BMW をね、楽しく長く、乗っていく、コツではないかと思ってます。ということで、まあ、そういうのも含めてね、まあ、検証していると、いうことですね。もう少しなんか絡んでくれるの？ちょっとね、真面目に話せ、はてなはてなで、はてなはてなのなんか真面目に喋ってるんで静かにしときました。要はね、再々オイル交換した方がいいよって言いました。それは間違いないです、ね、メンテメンテでね、はい、あ、皆さんね、チューニングは楽しいからね、チューニングするのみんな大好きなんだけど、はい、メンテするのを結構ね嫌がる人多いんで、はい、やっぱりね、大事にするにはね、やっぱり一番はもうやっぱオイル交換なんで、はい、うん、エンジンオイルも含め、含めそうですよ、はい、うん、エンジンオイルない変えてないやつなんかもですから、ということで、はい、まあこんな感じでね、適当に書いてもらったわけですよ。うちの子になりました。うちの子になったね。うちの子、猫でニャーン、ニャーン、フライドタイガーだったね、うちの子っぽいね、はい、ね、まあ一応あれも言うとくか、 BBS 今だけ偉いやつ。あ、なんでそんな嫌そうなんですはい、BBS の今だけ偉いやつね、デビューの限定さんね、はい、まあ、これはね、前回もお伝えしたと思う、まあ、かっこいいね、やっぱね、うん、すごく似合ってる。もうちょっと販売期間ありますかね。もうちょっとありますね、はい、ただでも、もうそろそろ値上げするんで、はい、はい、値上げ前に限定品でね、お出ししていただいた方がいいかと思います。でも多分これあれやな、篠原君、ね、喜んでるじゃん。喜んでるじゃん、彼、LM 好きやったもんですね。なんか LM といえば篠原みたいな。そう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 、前の車な、この前の車もそうやったし、LM入れたもんな、まあ、かっこよかったね、速くてね、かっこいい、そう、人とは違う、ね、そう、天外なドライブでございます、ええ、いろんなね、新しいテイストをね、一歩に入れて、つ
に新しいものに挑戦しております。で、あの頃や一瞬もできんやつ、あいつ、ほんま、こいつ、ポンポツだ、こと言うなよ、どぼんしんや、ほんとね、どうにか走ってください。でもエブレーキついとるで、一瞬できるけど、うん、物は間違いないもんついてますね。物は間違いないね。物は間違いない。物の見た目はね、間違いない。うん、間違いない。うん、一瞬できるけど、あ、この人でもちゃんと猫いますよ、にゃおーんってね、にゃおーがいますね。はい、かっこいいね。まあ、多分これはね、そろそろ動くんじゃないかな、そんな気が。違うんですよ、社長、動けて走れるように。はい、なるほど、わかりました。多分ですよ、はい、ということで、今日も急にばっかやな、これ。そうですね、ね、ほんまね、急にいい球がないんでね、ぜひぜひ、なんかあの保存してる方、ぜひぜひあの私の方にお譲りください。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、相変わらずね、こいつらアホやな、おもろいなと思った人は方はね、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また次の V でお会いしましょう。さようなら。